ご覧のようにスコアボードには0が並んでいます。ヒット0です。9回の表にはありません。さあ 2-3、 これはどうだ、打ち上げた。さあどうでしょうか、水内が追うか、がっちりとローズが抑えて、まずはワンアウト。さあまずはワンアウト。ベンチもだんだんとこう表情が変わってきました ね、もうみんなが緊張してきてますよね、さあまずはわけじゃないと思うんですけどね、そこまでね。しかし込みました。さあこれはショート武藤が送って、ツーアウト。さあちょっと危なかったが、ノーヒットノーラン達成まであとアウトカウント1つ。やっぱりと1人。さあこれはショート、がっちり取って、ノーヒットノーラン達成、大記録が生まれました。59人目のノーヒットノーラン達成、エルビラやりました。大記録達成の瞬間です。素晴らしい記録です。4対0。さあそして大きく拍手を送りながらエルビラの元に向かいます梨田監督。今日は守備で見せました中村です。パリーグでは96年の西武渡辺久信以来のノーヒットノーラン達成。がっちりと握手をしました。やりました。オルコットとも抱き合っています。128球、被安打0、奪った三振9つ、3つのフォアボール、ノーヒットノーラン達成の瞬間です。59